4月からはひなと別々の学校か。ひなの思いつきもなかなか見れなくなると思うとやっぱり寂しいな。私もリサチーがはしゃいでるとこもっと見たかったな。卒業してもまた一緒に遊ぼうよ。もちろん言われなくてもあちこち連れ回すよ。他のみんなも誘ってさ。あ、それからさやのことよろしくね。ひなと同じ学校に通えるの楽しみにしてるっぽいし。本当？私も楽しみだな。毎日一緒に学校通えるもんね。うん、私も大学でひながどうしてるか毎日さよに聞いてみよっと。私は誰にリサチーのこと聞こうかな。リサチーに直接聞いてもいい？それはちょっと恥ずかしいけど、たまにはそういうのもありかな。それだけお茶をする機会も増えるってことだしね。